はい、皆様どうも、本日は第3回目のこちら、ガッキーボーイ、やっていくぜ。それじゃあ前回の続き、まずは駄菓子屋。アイスのあたりを引き当てろ。って右のお友達、なんだかお腹痛そう。なんか出た。駄菓子屋のおばちゃん、見た目怖すぎる。アイス取ったら怒られた、そりゃそうか。ガッキーボーイ、ガクブル。お次は普通に食べ進めてみることに。さあ、当たるかな。当たりボール、ほい。残念、まあ普通に食べたら当たらないか。確かに、これでクリアじゃ脱出ゲームじゃないもんな。お次、何やらカバンを発見。おくすり、これで右の少年を。なるほど、こっちのアイスが当たりってことね。はいはい。あら、さすがに一気に2本食いは頭きいんか。ってことでこのヨーヨー少年に食べてもらったぜ。おし、当たり棒ゲット。これをラッキーボーイのと取り替えてと。はい、今日も私たちがラッキーにしてあげました。お次はラッキーでホームランボールをゲットせよ。いろいろタップしても反応なし。お、バッターは動かせるみたいね。ってことはキャッチャーも。ってすまんラッキーボーイ。痛い、これは絶対に痛いやつ。いろいろ探したら、こんなとこにアイテムが。うん、完全にバット渡す人間違えたね。ホームランボール取るのに、バットは必要なかったか。バットはやっぱりバッターに。さあ今度こそどうだ。すっぽりキャッチ。赤バットにしたらなんでこうなるんだ。まあクリアできたからいっか。あら可愛いワンちゃん、ここ掘れワンワン。これはワンちゃんはラッキーだけど、人間にはラッキーがなかったか。今度はバナナの匂いを嗅がせたら。あったバナナ出てきたよー。誰が何目的で埋めたのだ。お次はワンワンに水の匂いを嗅がせたら。温泉引き当ててラッキーかなって思ってたら。今度こそお金の匂いを嗅がせて。イエス、おそらくママのへそくりゲットだぜ。バレたら後でめっちゃ怒られるやつ。お次はトウコウ、外は悪天候なのでね、しっかり傘を持たせて。はい、いってらっしゃい。って予想以上の悪天候だった。せっかくびしょ濡れで学校着いたのに休校、すまんラッキーボーイ。電話線が抜けてたので入れたらかかってきました、連絡網。学生歓喜の瞬間、休校連絡。それじゃあお次、本日最終ステージ。いやまさかのパジャマ投稿。黒歴史茶番でも視聴者様の中にいたが、ここにもおった。あら、全然間に合わなかったわ。なんかゲット。そして転ばないようにすっかり足の裾をまくって。ちょっとこれの使い道が不明で、このままスタートしたら。うん、そりゃあのアイテム使わないと無理か。はい、まさかのこんなとこに使う場所が隠れてたぜ。これでバスを止められるようになったので。今度こそ無事に乗車、パジャマだけど。ってことで以上、まさかの最後最近茶番でやったネタと全く一緒、パジャマ投稿ラッキーボーイでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。